はい、皆さんこんにちは。脳梗塞発症から56日目です。今日も突然不調がやってきまして、脳梗塞の時に左手と左足が動かず、ろれつが回らなかったんですけど、今日は突然、左甲足の甲を中心に左足がしびれて、右手は肩からこうしびれて、ちょっと動きが悪くなる時がありまして、ちょっとビビりましたね。どうしようもないんで、こうやってチェックと、足を寝てあげて、こういうふうに膝のチェックをしましたけども、なんていうんですか、この肩からしびれて動きが悪くなって、左足も甲もしびれて動きが悪くなるっていうのはどうなんですかね。できれば他の人の話も聞いてみたいんですけれども、そういう機会がないんでしょうがないんですけども、どういう感じなんですかね。その日その日に不調が襲ってきますんで、ちょっとこう気を抜けないっていう感じがありますけども、最後はこれですんでね、こうならないように確かめしかないんで、それしか方法がないんですよね。こういうのはどういったものなんでしょう。56日目でした。ありがとうございました。